準備しといて押してないっていうの使用性ビタミン。はい、こちらが全じゃないか、こっちがネギマだね。だから A はそう、どちらも飲めたら2、まあ、最低2回ね。はい。でこちらの水に入れる薬はね、これがビタミンの A、D、E、 要はシード類、泡冷えきびで不足しがちな栄養素です。はい。それとあとほんの少量のヨードが入って、その応援とか甲状腺の病気を予防します。あと黄色いのが水溶性のビタミン、だからビタミンの C とか B とかそういうのが入ってます。で、はい、最低2回は変えてください。朝晩でいいです。朝晩です。はい、はい、1滴ずつでよかった。そうそう、お水に対して1滴、もしくは2人分作ってそれで分けてもいいですよね。1滴ずつ入れて、どのくらいに1滴入れたらいいですか？あれで1滴でもいいんですよ、あれぐらいの水で。でも もっと薄くてもいいです。薄くてもいいんですか？薄くてもいいです。要はあれで飲まないんだったらさ、薄い方がいい。あ、そういうこと。特に黄色い方はそんなに癖がないけど、赤い方がちょっと癖があるから、あ、そうなん、嫌がる子がいるんで、そういう子なんか飲みが少ないなと思ったら、あのもっと薄めてやってください。あ、でだんだんにあれに1滴ぐらいの濃いのに飲めるようになってもらえるといいかなと。はい、今食べてるね、うん、それやっと慣れてきたかなというところですねということでねぎまちゃんはね、はい、そういうことで腹壁、はい、ヘルニアと、はい、まあこれ以外の可能性もありますよ。あ、そうなんですか。脳死とかね。あ、でなんか腫れてる肝臓の脳死とか腎臓の脳死とか、はい、その塊ができちゃうとか、はい、そういう可能性もあります。でも骨がねあんな風になってるから、なんか癖の腫瘍があって骨がああいう風に白くなってる可能性の方が高いなと総合的に判断する。あ、はい、うん、だからまあそれでちょっとこういう風に書かさせてもらいましたけど、はい、がお水が溜まってもああいう風になることあります。でもお水が溜まってくると強い光を当てるとね、結構光が抜けていくんですよね、水だから。あ、でもそういうのがないんですよ、光がまあ抜けていかないんですよ。ってことは身が詰まってるってこと。そういうことなんですそういうこと、まあ、そういうちょっと原始的なあの診断法なんですけど、はい、そうなんですよ。じゃあ大体もそういうことで、でじゃあ今からねぎまちゃんの羽はカットしますね。じゃないと多分ね、はい、治療するの大変だと思うんでね。これこの大きいのじゃない方がいいですかね。そう、この方がいいですよ。ああいうあれぐらいのカゴの方がいいですよ。これ、うん、どうしよう。はい、これをお願いします。次ね。はい、さあそんでねぎまちゃんから行こうか。そういえば年前年末ぐらいからスボスに入らなくなって。なんで入らないのかなって不思議ではあったんで、それまでずっとつぼすで寝てたの で、 そうなんですか。夜入らなくなったんですね。で、まあでもこのこんだけの大きさになるのはね、そんな1週間2週間ではならないですよね。結構時間はかかってるんじゃないですかね。わかんないもんね、ああやってちゃんと持ってさ、ミント羽があるし、私羽むしったからさ、わかりやすくなったけど、いつらかな、11月、1ヶ月、あ、でも1ヶ月だいぶ食べたね、夕方から。夕方お掃除するまではそんな食べてなかったんだけど、よかったよかった。ステロイドも効いてきたかもしれないよね。あ、そういうこと。そういうこと。で、たくさん飲みますからね。あ、すごい入ってる。あ、いっぱい。いいですね。で、まあちょっとせっかく羽が生えてて申し訳ないんだけど、いや、でも飛べるわけではないので、うん、そうですよね。だから治療しやすいにしておきましょう、この子。はい。ちょっと誰かサポートに来てくんないかな。よいしょ。ちょっとこの羽持ってて。2枚2枚ね。上2枚下2枚残しておきますからね。はい。3枚浮かした。よし。3枚あった。もう1枚。そこに持って。
すごいよね、これ虫打ったら痛々しいことになってるもんね、これこの間固まっ、明らかにこれ触ると肉の塊みたいになってますからね。これ全体的にも全然柔らかさがないからさ、かなり硬いです、はい、次そっちに入れると、あと帰ってから困るから、こっちにしましょう、こっちに入れて、そうしましょう、その方がいい、あなたあっちで帰ればいい、そうそう、その方がいい、そうします、この人はあの出てくるので自分で、そうです、多分ね、これで多分簡単に捕まると思うんだけど、どうせしてる、あ、しますで、また動きがちょっと遅い、あ、いや、まあ、重いんですよね、きっと重いから全然遅い、あ、だからで、また羽もカットしてるから捕まれやすいと思いますから、はい、要は捕まえるのにあんまりストレスかけちゃうと、そんで死んじゃうからさ、そう、そうなんですよね、で、もうこれに移してからやめたんです、体重も、うん、そう、でも、で、すぐ呼吸もさ、見てもらうと分かるけど、はい、割とハーハーしてます、うん、それはあの心臓、要は肺の部分が小さくなっちゃってるんですよ、ほとんど見えないもんね、肺の部分が、要はここの、ここのことね、私が言ってる、こういうところの、あ、こういう部分、はい、ないですね、ないでしょ、本当はね、これってさ、ここだけじゃなくてさ、この辺にもあるんですよ、黒いところは、あ、腹部機能、胸部機能って言って、うん、それはもう元々ないんですね、この子、ないね、じゃあその上で、あと今度、はい、この、ね、はい、この子は良かった、本当にドッキリしちゃってさ、すみません、ありがとうございます、すみません、ごめんなさいね、はい、本当に、いえいえいえ、だからいつもカットだけで済んでたんだけど、ちょっといろんなことになっちゃったけど、はい、大丈夫です、帰ろ、帰ろ、あ、ちょっと溜まったよね、 20% ぐらい食べたね、またこの子の掃除を終わってから、はい、はい、ごめんね、あんたじゃそちらで、またそこでいいわ、もう